なんなら俺も子供嫌いだし、俺子供嫌いそうでしょ、だって。嫌だもん、なんか。うるせえもん。殴ったりとかして絶対しないけど、俺人殴ったことないから、あの生まれて初めて人殴ったのが、あの千葉にゃんと一緒になんかレペゼンの企画でなんかその炎上万博っていうのがあったんだけど、それに出させられた時に初めて人殴ったよな。うん、これか。今から3年、ちょうど3年前だ。本当にちょうどもう3周年記念だ。噂をすればなんで呼ばれたのって、俺も知りたい。なんか呼ばれた、チバニャンを介して。でその時チバニャンと結構仲良かったから、まあ今も別にね、チバニャン海外いるわけでだけで別に仲悪くはないけど、プン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 。お、今と顔違う。今回の炎上万博ももちろん失敗。頑張れ社長、負けるな社長。社長昔から体はイケメンなんだよな、マジで。で、この時は本当にレペゼン、まあ今も多分人気なんだろうけど、マジでレペゼン、この時の女人気が尋常じゃなかったから、アウェー感マジでやばかった。もうほぼ、観客ほぼ女だったよ。どうも、僕です。どうも、僕です。これお前は一体いつ炎上したんだ。だって自分で自分を実況したやつだ。で、この時で千葉ニャンはあのレペゼンの中で最も女人気がないの。なぜならレペゼンのメンバーじゃないから。だから俺ギリ耐えた。あの、例えばメグウィンとかもあのなんかフォイと戦ってたんだけど、あの、それはもう、ホイの女人気がやばすぎて、メグイの時完成ゼロで、本当に辛かった。うん。あの、そう、チバニャンは、マジで、あの、女からの完成そんななかったから、俺もギリ耐えた ところがあったっていう。なのでありましょうか。完成はチバニャンに向けてではなく、後ろのレペゼン地球に対して向けてというと、あれはまだ俺、この時のホイ嫌いだな。今のホイ好きだけど、俺この時のホイ怖かったな。俺だからユユータに勝てるビジョンがまるで浮かばないが、これは視聴者も同じ意見でしょう。まずは赤コーナーのヒバニャンより意気込みをお願いします。やってますか。とか俺の登場シーンなくね。お、私です。チバニャン、チバニャン、チバニャン。俺なんだこれ。お前は確かに強いよね。でも俺は偉いよ。序盤中盤終盤鍛え上げられた筋肉を見たら分かるから。序盤強いよね。本当に強いやつがこんくらいスマートなボディなんだよ。嘘です、全くもって嘘です。序盤中盤終盤隙がないと思う。お願いします。ちょっと痩せてんないのよ。しばにゃん、お前がレペゼン地球のトラックメーカーだから、それだけ気を使ってあげるのは分かってるんだよ。俺マジで緊張してたけど、ちゃんと喋れてるのすごくない？ちゃんとレペゼン地球のトラックメーカー、ちゃんと喋れてるのすごいな。じゃあしばにゃん、お前らはちばにゃんに一体何の恨みがあるのか。みんな優しいな。実況は私チバニャンと。ようやってるわマジで。俺この時マジで潰されそうで、見てこのね、ちょっとこのさグローブ見て、あの何オンスとかのさ、ちゃんとしたあの赤いあの初めの幕の内一歩とかが持ってるあれじゃなくて、これ本当にあのゴルフのグローブみたいな、もうほぼ素手なのこれ。だからマジでクソ痛かったこれ。
これプラプラ皮一枚。この二人は全くもって戦う必要がどこにもない。よく見たらちゃんと殴ってませんか。あっと千葉の選手、どんだけ優位が嫌いなのか。千葉じゃん、俺はパンチをしていない。そう、顔面でずっとパンチやって、この後脳震盪起こすんだよ。出来上がるんでしょうか、千葉の選手。一方で優位選手、毎日ピアノを弾いているだけあり、結構恋の好みの上。いいキャラ、喧嘩慣れなんてしてないから。千葉倒された。まるでペイン力で持っていった。っ力で持っていった。打撃じゃないです、これは。二人の極みみたいな感じなんだろうな。打撃で。力で持っていったよ。戦う姿はまるでゴリラそのものだ。アドムからいやでも俺ほら、力も死んでてるもん。もう脳揺れてわけわかんないよ、邪魔をしないでくれ。ああ、また千葉にあった。今の可愛くない、今の千葉にゃん。これ以上千葉にゃんの邪魔をしないで。今の千葉にゃん可愛くない。あーまたペタン。ここ可愛い、女の子みたい。ペチョンって。ここクソ可愛いな、うん、ペタンって。この表情まるで罰のないのか。すごいな、ビビっているのか。気使ってるっていうか、俺だから殴り方わかんないの、人の一発一発がこんな弱そうな試合、未だかつて見たことがありますでしょうか。でもほら、俺口真っ赤だよ、もう。一体彼らは何を目指しているのでしょうか。もう普段どれだけ運動していないかが、あからさまにわかります。さあ、第一ラウンドも残りわずかとなりました。お互いの気力を振り絞り、ほらもうみんなセロフル、もう違う、これ 1ラウンド3分なんだけど、みんなラウンドやったことある？1ラウンド、もうね、2時間くらいに感じんの。ここで第1ラウンドが終了。本当に、いや本当にきつときついぞ、この3分ってマジでしんどいんだよ。無限と思える時間がする。あんなんカップラーメン待ってる時間と絶対違うのよ。もうその相対性理論みたいな感じで、明らかに流れてる時間のがもう人によって違ってるの、これ。あっと、ゆゆうた選手、千葉ニャンに顔面しか殴られないという。あとちなみにこの時の暴露1個します。千葉ニャンはレペゼンにこれ水とかセコンドでついてもらって、水とかもらってんのに、俺セコンド1人もいなくて、水ももらってません。この時水飲んでないの。そのままラウンド2に、そのまま2ラウンド目に押し上げられて、マジで辛くない。水も飲ましてもらえなかったの、これ。で、口拭く人もいないから、俺自分で口拭いたの、これ。投げられるタオルもありません。口から出血してしまっている。そろぜ。さあ、第2ラウンドが今始まりました。信じられない。でも笑っても、これで決着がつきます。セコンド呼べよって違う。だって俺急に呼ばれたから、そんな呼びされたかも分かんなくて。あーっと、決まらせちゃった。まだかわいい。あ、で、クリンチ。クリンチ。おを変えればただのホモビデオです。ガチムチパンツレスリングじゃん、これ。DJ 社長の実況はもう実況ではなくただのヤチだ。俺の顔、俺の顔、を変えればただのホモビデオです。俺の顔が今ハンニャみたいになってた。ほら、見てこれ。殺し屋だよ、これもう。やばいよ、これ。今日の実況は、もう実況ではなく、ただのヤチだ。こんなような動画、かつてニコニコ動画で見たことがある、確かガチムチパンツレスリングです。この二人、思っていることはただ一つ、もう戦いたくない。早く試合が終わってほしい。しかし、やってるふりだけは超一流。まさにゲドーマン人生の一人であります。なんお前が見てるだけのやつが、ふざけてるように見えるが、俺あれこれやってる時に聞こえてたんだけど、うん、そして千葉連戦、あっと左から右へ、ゆうたを振り出した。そして一気に出しをかける、一気に出しをかける、飛んできた俺が。俺がそのまま飛んでった。千葉ニャンの勝利も見えますが、やっぱりこうなってしまった。人間魚雷、人間魚雷すぎです。お互い最後の記録を振り絞って戦っているように見えますが、
これよく見たらユユータがチバニャンの上にただ乗っかっているだけだ。何でも笑ってるのが最後。一体勝利の女神は。なんだっけ、昔あの木でセミ捕まえた時こんな抗議してたよ俺。試合終了。両者同じ武器で仰向けに倒れます。さあそして足を組む。俺だからあのピヤング食った時もそうじゃん、追い込まれると俺足組むのね、とりあえずこうやってこうとりあえずクイッていって、うん、とりあえず一回足を組むんだよな。空間を彷彿させるような本能、このそういう本能があるんだ。頼むからやめていただきたい。この二人もはやお友達ではなくおほぼ達です。何だったこれ、一番目指されるのしかもこれ俺あのボクサーパンツも支給されなかったから、これ俺あの自前の買いパンですこれ。ちなみに僕の方はこれ千葉には多分支給されてるだろうけど、うん、あのこれ買いパンです。これはもちろんユユータの勝利だ。しかし千葉にゃん選手、これでレペゼン地球のトラックメーカーの権利をユユータ選手、まあこんな感じやな。でもまあでもこの時俺はまだなんだろうな、なんかもうレペゼンってその時勢いすごかった、まあ今もすごいかもしれんけど、本当にもうなんかレペゼンってもうなんか YouTube でもトップみたいな感じだったのね。だから俺はなんかもう藁にもすがる思いだったというか、なんかもう本当になんかレペゼンに出れるならもう何でもしますぐらいの気持ちだったかなっていう、うん、まあすり寄りといえばそれまでなんだけど、いやでもね俺これをやって、そのなんだろうな、どんな有名な YouTuber にその誘われてもこういうちょっとガチで体張る系はやめようって俺この日で誓ったんだよな。うん、普通に痛くて、で俺この時あの自分の写真集があるんだけど、それを千葉にゃんに渡してなんか仲直りした。うん、あの胸騒ぎっていうさ、俺がなんかあの貝殻ビギにつけてるあの写真集あるんだけど、うん、それをあの千葉にゃんに読ませて、ほらこれで、ね、機嫌直せよって言ってそれでなんかちょっと千葉にゃんのにんまりしながら受け取って、それで仲直りしたモエルゴミメルカリで見たことあるでしょ。うん、でもさ、あれ俺でもあれコミケ夏コミだっけな、俺コミケでさ俺2000冊売ったんだよ、あれ手売りで。すごくない？